ちは、みほです。先日たこ焼きの動画をあげましたが、そしたらね、あのコメント欄で美味しそうなたこ焼きソースの作り方のレシピをいただいたので、それを貼っておこうと思ってメモっています。はい、なんかね、この途中で一晩寝かせるっていう工程が入るんですけれども、なんかもう一晩寝かせちゃったりなんかしたら、もうプロの味になりそうな感じがしますよね。はい、いつかやってみたいと思います。ありがとうございます。そしてこちらの紙なんですけれども、あの裏が出勤伝票なんですね。裏がというか表が出勤伝票なんですけれども、あのこちらね、以前買ったものの出番がなかったので、今はメモ帳として大活躍しています。はい、そしてこちらメモ帳といえばですね、私こんなの作ったんですよ。こちら事務所から仕事の電話が来た時にそれをメモする専用の紙なんです。名刺サイズで、あのこちらスマホカバーのポケットに入れておいて、事務所からね、電話かかってきた時にすぐにメモを取れる体制にしておけるっていう、まあなんとも素晴らしいものなんですけれども、これをね、大量に作って売ったらちょっとバカ売れしちゃうんじゃないかななんて妄想しているうちに、やがてスケジュールがデジタル化されてメモを取らなくても大丈夫になってきたっていう、そういう時代の流れですね。はい、でこちらたこ焼きのレシピを冷蔵庫の横に貼っておきました。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。